皆様、ようこそお越しくださいました。前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、バンダイさんから発売されております、タイニーセッション、マクロスフロンティア、VF25F メサイアバルキリアルトキウィズシェリルと、VF25G メサイアバルキリミシェルキウィズランカでございます。バンダイさんの方から新しく始まりました、このタイニーセッションっていう、まあ、フィギュアプラスおもちゃってとこですかね。私のチャンネルでは無理くりに美少女フィギュアというふうに分類させていただきました。可変戦闘機のバルキリーと歌姫キャラのミニフィギュアがつくという商品ですね。現時点でこの続きのラインナップも発表されておりまして、次は2023年の3月から今度はマクロスデルタのワルキューレが始まりまして、最初はフレアビオンとカナメバッカニア、翌4月にミクモギンヌメールで、最後ちょっと飛んで6月にレイナとマキナというふうなラインナップとなっております。で、このラインナップ見た時に、まあ、歌姫だから仕方がないとあるかもしれないんですけども、一点不満がありまして、個人的にデルタの中で一番好きなミラージュファリーナジーナスがミニフィギュアとして出ないってことなんですよね。一応最後の23年6月に予定されているマキナ中島の時のバルキリーがミラージュファリーナジーナス用の機体になっているんですけれども、いやいやそうじゃない、ミラージュのフィギュア欲しいっていうふうにやっぱり思ってしまうんですよね。まあ歌姫じゃないから仕方がないんですよね、やっぱり。ではそんなことはさておきまして、今回のマクロスフロンティアの第2セッションをご紹介していきたいと思います。第1弾ということでシェリルとランカですね。ではまず左の方、 VF25F メサイバルキリアルトキウィズシェリルの方、まずパッケージご紹介してまいりますが、大きさはこんな感じで、思っててよりも小さいんですよね。でここの覗き窓からシェリルのミニフィギュアが入っております。めっちゃ可愛いですよね。でこちらがアルトキ、背面がこんな感じになっておりまして、メカとキャラのセッション、これですね、デフォルメデザインされたメカとキャラがセットになった新機軸のコレクションフィギュアシリーズ、驚きのギミックが内蔵されたメカとタイニーサイズで可愛いキャラがいろいろな形でセッション、もう自分で驚きって言ってますからね。でこんなバルキリーについても、ファイター形態、ガオーク形態、バトロイド形態、一部差し替えはあるものの変形できるってのはいいですよね。でもこのまま先にアルトキとシェリルの方中開けてみたいと思います。上の方からガパッと開けますと、ブリスターが入っておりまして、中身の方がじゃんこんな感じになっておりまして、まずこちらがメインのブリスターの中身ですね。あ、でもこうやって改めて見ると小さいですけども、なんかみちっとした感じがありますね。でハンドパーツとでっかいですね、ある時の頭部で、シェリルとこちらがガンポッドがあります。であとはトリセツと、こちらが展示ベースと、ここにちょこっとテトロンシールですかね。まあシェリルについては多分好きなとこに貼ってねって感じかもしれないですね。であとはトリセツの方がこんな風になっておりまして、こちらまずファイター形態今入っている状態ですね。ガンポットの取り付け方法とか展示ベースの使用方法があります。で背面の方に行きまして、今度はファイター形態からガオク形態、まあざっとしか見てはないんですけれども、シールドとガンポットを外すもののそれ以外特に差し替えがないんですよね。こんなちっちゃいのにファイターからガオクについては差し替えなしで変形するっぽいです。で中の方に行きまして、今度はガオクからバトロイド、まあさすがにこれについては頭部の数は全然違いますからね。頭部についてはこんな感じで別パーツを差し替えておりますけれども、ただそれ以降についてはここでディスプレイジョイントを外してますけども、それ以外特にこれといった腕とか足の差し替え変更なしでバトロイドに変形しております。これ思ったよりもすごいおもちゃかもしれないですよね。ちょっとこれはやってみるのが楽しみです。ちょっとシェリルの方こんな乱雑になっちゃいましたけども、一旦これはこのまま置いときまして、まあ中身については省略しますけども、こちらがミシェルキとランカで、このパッケの写真ですよね。これ気が利いてますよね。ちゃんとランカ歌歌ってて、これって本編の方のお誕生日おめでとうアルトくんのあのシーンですよね。さすがバンダイさん分かってらっしゃるって感じがします。で、背面はこんな感じで、基本シェリルの方と同じですね。メカとキャラのセッションということで、ある時の方もこの黒人部分にシェリルを受けましたけども、やっぱりこう見せる気こそ、ここにランカが乗るっていうのがいいんですよね。では一部貼るようなシールもありましたので、そういった作業もした上で、まずはこの2種類ファイター、ガオーク、バトロイド、各形態の方を先にざっとご覧いただきたいと思います。
一通りご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。ではここからフィギュア本体ですとかバルキリーの方をご紹介してまいりますけれども、結論から言いますと、今回のこの各バルキリーめちゃくちゃ出来がいいですね。デザイン上どうしてもこういった頭でっかちになりますので、この頭部については差し替え交換パーツがあるんですけれども、今本体についていますこのサイズ感の頭部ですね、ミシェルキであればこのサイズですけれども、このサイズで頭部を再現するんであれば、差し替えなしの3段階完全変形ができたぐらい素晴らしい構造となっております。ではいろいろご紹介していきますけれども、まずはフィギュアの方ですね。非常にちっちゃいんですけども、まずある時の方についているマシンがこちらがシェリルノームですね。こんな感じでちっちゃいながらも細かいところに綺麗に塗装されてますよね。帽子のところのデザインとか塗装が細かいです。横から見るとこんな感じで、後ろがこんな感じで、多分なんですけれども、この首のところを見ますとボールジョイントっぽい接続なんですけども、触ってみた感じ塗料か何かで固まってるせいもありまして、動くかもしれないんですけども、無理にやってもぎるのが怖いので首については動かしておりません。いや、このサイズでもちゃんとシェリルってわかる。目のところとか手に持っているマイクとか細かく塗り分けられてますよね。で、これを立たすためのこの展示ベースのこの補助パーツですね、ちょっとわかりにくいかもしれませんけども、ここに両足をスポッと差し込んで、でこの補助パーツ自体も動かすことができますので、全体でこんな感じで向きを変えることができるようになっております。で、もう片方、ミシェルキのついているマシンがこちらがランカリーになります。こちらも細かいですよね。手のところがキラのポージングになってます。横から見るとこんな感じで、頭頂部のアホ毛のところとか綺麗に再現されてますよね。後ろから見ても背中のところとかリボンのところとか。で、多分ランカリーも、まあ、この状態見た方がわかりやすいと思いますけども、首なんですよね。やっぱりジョイントか何かで稼働しそうですし、ランカリーについてはちょっとこんな感じで少し横に動かせるのかなって気がするんですけども、まあ、無理に動かさない方がいいですね。可愛らしいですし、こちらも同じ展示ベースの構造なので、単純に立たすだけじゃなくって、立った位置で向きを変えることができるような補助パーツもついております。ではバルキリーの方ですけども、変形とかにつきましては VF25F のアルトギの方でいろいろ細かくご紹介していきたいと思います。で、アルトギがこちらですね。この大きさとかこのデザインでも綺麗に再現されていると思います。ちなみにこの SMS 商談のこのマーキングについては後から貼るシールだったんですけれども、個人的には全部指示通りきちんと貼ってあります。やっぱこれがあってこそなんぼって気がしますからね。下から見ますとこんな感じで、ちゃんとガンポッドもきちんと固定されております。ではまずファイター形態からガオク形態の方をやっていきたいと思います。ちなみにガオク形態につきましては、これだけではなくって展示ベースのこの上の部分のこの部分ですね、このクリアパーツを補助パーツとして使用しますので、ちょっと横に置いておきます。では早速やっていきます。まずはこの両側のウィングのこの付け根のこの部分ですね、ここの部分で脚が固定されているんですけども、ここの部分を軽くピンで刺さってますので、このピンを抜きつつウィングを上側に起こしておきます。反対側も同じように起こしておきます。そうしましたら、この膝の部分のこのカバーですね、を手前に左右それぞれ共に起こしておいて、膝を下に曲げつつ、ここの部分のクランクで脚部が稼働しますので、前側にグイッと起こしておきます。で、この両腕ですね、間にガンポット挟まってますので、両腕を離して、真ん中のピンで接続されているガンポットを取り外しておきます。ちなみにこのガンポットなんですけれども、今このジョイントが腕に接続するもので、これを畳みますと手で持たせるグリップ部分が下から出てきます。で、続けてまたバルキリーでやっていきます。まあ、足をちょっと前に見起こしておきまして、腕を左右それぞれここのボールジョイントを使って外側に展開。ここの部分に突起があって、これがここの穴に入る感じですね。こんな感じで前側にグイッと90度ぐらい左右それぞれ展開しておきます。で、次にこのシールド部分を外しておいて、ここでこの補助パーツですね、これをここの部分に細い突起がありまして、それをここの部分の溝ですね、に合わせて上側からここに合わせて、この位置ですね、こんな感じで差し込んでおきます。ここで肩の位置が固定されましたので、腕を外側に展開させて、そうしましたら脚を前から戻すんですけども、ここの出っ張ってる部分を超えたこのくぼみのところに、ここにあります突起の部分ですね、が来るようにグイッと持ってきますと、ここの位置で脚部がピタッと止まります。で、ここまで行きましたら、あとは足の位置とかで、つま先の部分を開いたり、で腕の位置を下ろしつつ肘を曲げたり、反対側も同じように下ろして肘を曲げて、手首の向きも変えておいて、で先ほど外しておいたシールドを腕側面に、でガンポットを腕に持たして、でウィングを下に下ろせば、これでガオク形態の変形完了になります。ちゃんとこの状態でも綺麗にガオクしてますよね。一応ここのクリアパーツの補助パーツこと使いましたけれども、見事なガオク形態の変形です。で、ここのコックピットのこのキャノピー部分ですね、
これを外して、この中にですね、こちらのスタンドの補助パーツ、これを差し込んで、ここの部分にシェリルノームを立たすことができるようになっております。ちなみにこの補助パーツなんですけれども、説明書の中でもフィギュアを立たす時用のものという説明ではありましたけれども、めんどくさければこれ、つけたままでも、このキャノピーについては元に戻すことができますので、めんどくさかったらこのままでもいいかなって気がします。この独特な取り足、見事に再現されてますよね。では最後にこの状態からバトロイドの方やっていきたいと思います。まずはここの本来の頭部のパーツですね。これを上に引っ張って外しておきます。これは余剰パーツですね。で次にこのウィング部分、内側に共に畳みつつ、この垂直尾翼も畳んでおいて、そうしましたら、ここの部分ですね、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、ここにピンがあって接続されているので、これを外すようにしながら後ろに引っ張りますと、ここの部分全体が後ろ側にジャキンとこんな感じに伸びます。伸ばしましたら、この脚部を前に起こしつつ、このクリアの補助パーツ外しておきます。バトロイドの時にはこれ使用しないんですね。そうしましたら腕の部分、ここのボールジョイントを使って上に、こんな感じで一旦90度、こんな感じで上げておきます。次に脚部を本来のバトロイドにまっすぐ伸ばして、膝を畳む。同じようにまっすぐ伸ばして、膝を畳む。で、このまま膝を前に持ってくるんですけども、この先ほど補助パーツに刺さってました、この突起の部分ですね。これがここの部分に溝がありまして、前までグイッとスイングして持ってくることができますので、前側に持っていきつつ、機種については後ろに倒しながら先端部分を内側に畳んで、ここの部分くぼみがありますので、そこに合わせて機種を倒しておきます。で、先ほど引き伸ばした後ろの部分をグイーンと回していきますと、上半身部分折れ曲がりつつ、ここの部分の突起がここに刺さる感じですね。ちょっと脚部の干渉とかを注意しながら、グイッと折り曲げて、目いっぱい曲がったところで、ここの突起部分を、ここの穴のところに、カチッとはめ込みます。あとは、脚部とか微調整して、腕の向きも変えつつ、頭部のパーツを、ここの部分穴がありますので、そこに、ここの真ん中の突起ですね、合わせて、上から、ギュッと差し込んで、あとは、またポーズを整えてあげれば、これで、バトロイド形態への変形完了になります。ちゃんと自立もできますし、実質的にほぼ頭部パーツの交換だけでバトロイド形態にすることができました。ちなみに、ある時につきましては、この頭部の両側の、これビーム砲かなんかでしたっけね、これはボールジョイントなので、こんな感じで角度変えて向きを調整することができます。で、この時にシェリルノームとかランカーリーを手のひらで歌わせる時には、このハンドパーツ、今ちょっとガンポと思ってますので、これを立つします。で、ここに、このでかいハンドパーツを取り付けて、手のひらにピン穴がありますので、ここの部分ですね。今、展示ベースの上で立っております。このシェリルのここのパーツですね。これも外して、このピンを手のひらに差し込んで、で、ここにシェリルを立たすことによって、手のひらでシェリルが歌っているというようなシーンを再現することができます。今、片手でだけやって、左右の手の大きさ違ってちょっとアンバランスですけれども、こんなところまで再現できるっていうのは素晴らしいと思います。では、同じように、ちょっと細かい手順を割愛しますけれども、ミシェルクの方もガオーク形態を経由しながらバトロイドの方までちょっと早送りでやってみたいと思います。といった感じでミシェル機の方もガオーク形態を経由してバトロイドの方までサクッと変形させることができました。ミシェル機の方にはやはり作中のシーンを再現するためかフォールドスピーカーがついてたっていうのと、武器がガンポートではなくってこちらの
スナイパーライフルっていうのも結構ポイント高めですよね。ちゃんとこういった差別化も両バルキリーの方でちゃんと図られております。あと改めて見てみても、この手のひらに乗って歌ってるシーンとか、こういったのが再現できるっていうのも、いざ実際やってみるとなかなかいいものですよね。大きさも手頃できっちり三段変形、手のひらの上で歌姫が歌うシーンも再現できる今回のタイニーセッション VF25F メサイアバルキリーアルトキウィズシェリルと VF25G メサイアバルキリーミシェルキウィズランカはこんな感じでした。といった感じでご紹介してまいりました今回のタイニーセッション2商品なんですけれども、正直思っていた以上の出来の良さでびっくりしましたね。何分こんなデフォルメ体型なので、それがファイター形態からが多くバトロイドの変形となると、あれを差し替えてこのパーツが余ってみたいな風で結構ごちゃごちゃするかと思ったんですけれども、実質的に極端に大きくなった頭部以外はほぼそのままで、ファイターが多くバトロイドの3形態見事に変形が実現しておりました。このメサイアバルキリーにつきましては、昔発売された完全変形するプラキットを作ったことがあったものですから、かなり複雑な変形機構だっていうのは知ってましたし、それをこのサイズですからね、もうこれは見事と言うしかありません。で、どちらかというとおまけ的な印象のあるこのフィギュアにつきましては、小さいながらも細部にわたって塗装が施されていて、しかもただ単に With 何々枠ではなくって、ちゃんと手のひらの上だったりコクピットの部分だったり、まさに商品タイトルの通りにセッションできるっていうのは、やってみてその楽しさっていうのが実感できました。で、このタイニーセッションのシリーズ、冒頭にも話したみたいに次はワルキューレが予定されております。その後の展開についてはまだ不明なんですけれども、第1弾のこのフロンティアのメサイアバルキューレを触った感じとしましては、ぜひこの調子で初代とかプラスとかセブンとか、そういった方のタイニーセッションも出てほしいななんていうふうに切に願ってしまいます。で、今回のこの商品なんですけれども、あんまり細かく検索はできておりませんが、少なくともランカの方についてはまだ若干在庫があるっぽいですね。マクロスデルタの方の予約も始まっておりますので、マクロスシリーズがお好きな方、こんな等身でありながらバルキリーの三段変形が実現されている、おすげえって思われた方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。